今日はワカサギ釣りに行ってきました。3月の最後の週ですね。はい、今日はイルカ駅に行きます。はい、車の中ですね。これ行く途中でちょっとハンバーグ弁当を食べながら行ったんですけど。人気あってらしいね。ちょうどシーズンオフギリギリぐらい。はい、イルカ駅に着きました。はい、イルカ駅に着きました。はい、行ってきます、はい、じゃ今日はワカサギとバスちょっと釣ってくるんで、はい、お願いします。おいやいいね、ボートに乗れるって時点でもういいんだよ。よいしょ、乗ります。一回だ。普通に初めの時はまっすぐ進むことがなかなか難しくて、左右ブレブレで左行ったり右行ったりしながら進んでた感じですね。でもそろそろ両方あ、そういうことね。ボートに乗れるっていうこと自体がちょっとここは面白いですね。普段ボートに乗ったことない人はそれだけでも楽しめると思います。いいじゃないのこれ。いい具合に。このオール、ボートを乗ったことない人はあまりわからないかもしれないですけど、ボートを固定させるために怒りみたいなものを下ろさないといけないんですね。それがまあ貸しボートでは怒りではなくて、でっかいブロックの塊みたいなのを落とします。これは結構重たくてですね、20キロぐらいあります。これを下ろしたり上げたりするのが一番疲れる作業ですね。船漕ぐ以上にそっちの方が疲れます。はい、早釣って。まあ今日は思った以上に、釣れなかった日ですね。3月の末だったので、ワカサギはだいたい4月までみたいなんですね。なんで、まあ、シーズンオフに入るちょっと手前ってことで、あんまりまあ他の人も釣れてないみたいでしたね。どっちに投げよう。あぶね。ライトなに、ライトニングさんに当たるとこだったよ今。それよし、いったね。今、ソフトベイトっていうワームに変えました。ちっちゃいやつですね。シンカー付きのこいつで下の泳がせ、針にこのワームをつけてる形ですね。下のあのピロピロっとなってる丸くなってた部分が、魚の尾びれみたいにひらひら動く、作りになってます。午前中釣れなかったので、お昼にしました。チキンライスですね。イルカ池の周りはもう初めからこう観光地みたいになってまして、ご飯食べるところも初めから、周りにいろいろあるので、選べると思います。隣はですね、本当にもう、明治村のすぐ隣なんですね。なので明治村のあの音楽が聞こえてくるぐらい、真横ですね。本当にのどかな感じがします。まああの汽車の音とかもポッポーって聞こえてきたりして、のどかに釣りができる場所です。広さも、そんなに広くはないので、船を漕ぐにはちょうどいいぐらいですね。まあ広すぎず、狭すぎずというところです。まあ人気のある場所みたいなので、人はすごくいますね。だいたい釣れる場所も人が重まって、そこの場所にいますので、ワカサギ釣る人はそこに行けばいいんだと思います。
ただブラックバス狙ってる人はあのワカサギとはちょっと違う場所の隅っこの方がいいかなと思います。来てるっぽいよ。来て来てあげようぜ。まあいいよ。ワカサギの当たりはすごく小さくてですね、あの当たってるのかなっていうぐらいのちょっと小さい当たりです。なので当たった瞬間に、合わせて、上げるっていうことをします。これで来てなかったら逆にショックだよ。あのしっかり食べるというよりかは少し引いて加えるっていうか今も引いてる、口に加えるっていうことをするみたいで、がっつりと食べるわけではないので、もうかんすぐ、ゆっくり、上げてくるっていうことをした方がいいですね。まあ、食べるまで待つというよりかはちょっとパクッと口に、含んだぐらいのところで合わせてあげるっていうのが成功だと思います。いるか池のボートは4時半までだからね。ブラックバスは結局釣れませんでしたね。バスはいるんでしょうけれども写真とかで見るので、ただまあヒット自体はもう全然なくってですね、やってる人は何人かいましたけど上がってる感じは全然しなかったです。投げて釣れなかったからいない。だからここのイルカ池はまあ釣れれる釣れないはあんまり関係なしに、船が漕げるっていうだけでこれすごくいい楽しい場所なので、ぜひ、やってみたらいいと思います。一度はやってみる釣りだと思いますね。楽しいです。また今度やってみたいなと思います。ありがとうございました。